海の国の仏教では、海の国における仏教史の創設を記述する。寺本古代寺院後日本列島には6世紀中頃に仏教が伝来するが、内陸部の海国へは国家規模で寺院建立が奨励された古墳時代後期の7世紀後半頃に伝わり、この頃から仏教文化の影響が見られる。甲府盆地では、 盆地南部のソネ丘陵地域において4世紀後半に、海長静河古墳を中心とする大和王権の影響を受けた前期古墳が立地し、5世紀には中道勢力が弱体化し、盆地各地へ古墳の築造が拡散し、やがて仏教文化の伝来に伴い古墳の築造は見られなくなる。海の国へは朝鮮半島でのくだら、 コウクの滅亡に際して、多くのトライ人が移住しているが、6世紀には、盆地北園地域を中心に、横根、桜井積もる石塚古墳などトライ人系の母性である、関、石塚や、生産遺跡を築いた勢力が出現し、仏教文化との関わりが指摘されている。カイノ国が成立した7世紀には、盆地東部が、政治的中心地となり、前期国府推定地である。 笛吹市春スガ地域に開国最古の古代人である、寺本廃寺が出現する。寺本廃寺は、法規寺式のガラン廃地で有力豪族の宇治寺で、あると考えられている。また、国府周辺にあたる甲府市川田町に、寺本廃寺へ瓦原を供給した川田が用跡があり、海野市天狗沢の天狗沢が用跡からも供給先は、不明であるものの同時期の古代瓦原が出土している。 大前寺薬師堂8世紀には741年に、聖武天皇が国分寺、国分二次建立の御事のりを下し、海の国では笛吹市一宮地域に、海国分寺、国分天寺が建立される。海の国史や海の国社記、寺木など近世に編纂された、地種類によれば、奈良時代に創建された寺院が数多くあり、山梨郡の万福寺や参考寺、 八代郡の湯賀寺など盆地東部の国が国府周辺地を中心に分布する。中でも甲州市勝沼地域の大善寺は古代豪族の西部佐市が建立した宇治寺で、柏山京塚から出土した平安時代の河は五年在名教仏にも見られる。この頃の仏教は現世利益をもたらす薬師如来や観音菩薩への信仰が盛んであり、 薬師如来を本尊とする大禅寺でも薬師華の手法が行われていたという。貝の国初期の仏教文化を示す遺物として、甲府市、横根町の東馬大石から出土した8世紀初頭の政作と考えられており、県内最古の仏像である、近道仏をはじめ湯河地の祖造編、三考寺に伝来する金などのほか貝の市の松の大石から出土した、は、 観音菩薩像の台座と考えられている。7から8世紀代の古代人は、現在のところ、寺本廃寺や、開国文寺、国部はまでらのみであるが、これらの仏教遺物や、画用跡の存在から未発見の古代人員が、想定されている。平安時代中期の9世紀には、日東像である空海、最長により、新言宗天台宗の両派が、新しい仏教として、 密教を導入する。天台宗は、東国出身の縁人の活躍もあり早くから、東国へも伝播し、海の国ではに、市川僧を中心とする荘園において成立した、平塩お寺が、天台勢力の拠点人員となった他大善寺や、円楽寺、岩戸の山縁通寺などの天台人員が成立したが、平安後期には、新言勢力に押されて後退する。 一方の新言宗は、天台宗より遅れて伝播し、空海書簡によれば空海は812年が、海国寺の藤原誠側に対し密教経典の、社経を依頼しべしを派遣している。また、同年には、都の高尾寺において、金剛会、大蔵会の勘場が行われているが、大蔵会受報者の記録には、海の国出身で永禅寺を創建した新徳の名があり、 海の国では、工房大司会総伝承を持つ寺院や、平安後期に、天台寺院から転修した寺院も多い。五条岩また、富士山や八ヶ岳、金宝山など、甲府盆地の周囲に、高旬な山々が連なる海の国では、古来から、山岳信仰があったが、天台、真言密教は、山岳信仰にも影響を与え、修験道が成立する。 特に縁の行者により始められたと伝わる富士信仰や金宝山信仰はその代表的なもので富士山麓には主原道に関わる行場があり主原道と関係して創建された円楽寺には縁の行者像が伝わる金宝山においても主原道関係の遺構や遺物が存在している平安中期には末法思想の影響により阿弥陀浄土を寄給する 浄土信仰が盛んになり、書射した経典を土中に埋納する図塚の造営が貴族層により行われ始めた。海の国では平安後期に日立国から源の乗り清、清光が市川層に入るされ、乗りきよの一族である海源寺は甲府盆地各地へ荘園管理者として土着する。八幡神を氏神とする海源寺は勢力拡大とともに、 盆地各地で八幡神を勘定して、八幡神社を造営しているが、神仏集合の影響を受けて、阿弥陀如来が、八幡神の本事物として信仰されるようになると、海源氏の間でも、阿弥陀信仰が広まる。海源氏の一族は、盆地各地で寺院を創建し、源の義満を海祖とする大正寺や、海源氏の同僚である、武田信義が創建した。 岩城寺、安田義貞が創建し寺内には、阿弥陀堂があったと言われる、宝光寺などがある。平安後期の阿弥陀如来像では、岩城寺の像や旧北宮所の村大仏堂に安置されていたと伝わる海義光寺に伝わる旧天大神所像の阿弥陀如来像が代表格で、絵画では大正寺や一連寺に伝わる浄土マンダラ図が知られる。海の国における、 京塚造営は、古代豪族西草市により造営され、河和5年在名京塚や、三河国市、藤原明長により、三延山地の笹山に造営され、秋長の名や92年の在名のある、厚見洋の探検壺が現存している、笹山京塚などがある。平安後期には、甲斐、源氏の台頭により京塚の造営主も、 武家僧に移り、一の森教塚や、秋山教塚などが造営されている。鎌倉時代には、天台、真言の旧仏教に対して、大陸からの都来像や、留学像による、新仏教の流入や、旧仏教側からの旧平打破などにより、諸宗派が交流し、これらは、鎌倉新仏教と呼ばれる。鎌倉新仏教には、大陸から伝来した、臨済宗。 総当衆などの禅衆や、法年、新蘭の浄土衆、一辺の自衆、日蓮の法華衆などの様々な宗派があり、それぞれの創始者は、祖師と呼ばれる。カイノ国は、東国の政治的中心地であり鎌倉新仏教の、信仰拠点であった鎌倉に近く、鎌倉新仏教は、一般民衆を、信仰基盤とし、都市と都市を結ぶ街道に沿って展開したことから、 会においても広まり、また、領主層においても会。源氏の一族は、鎌倉初期に、源の頼朝の粛清により衰微したものの、残存した会。源氏の一族が、信仰の鎌倉新仏教に帰えしたことにより、諸宗派が定着する。また、古くから、会は、山岳信仰に象徴される霊状であったことも、有外国は、鎌倉新仏教の展開において、 信仰拠点となり、各宗派の祖師とも関わりが深い。一連寺寺州を創始した一辺自身は諸国を、返歴し、遊行を行い、品の国策軍ともの層で、踊り念仏を開始する。海の国には二世保川正則によりもたらされ、一連寺をはじめ長泉寺、一光寺九本寺、小願い寺、西念寺などの寺院が創建されている。 正則は一辺没後に諸国を遊行し、神奈川県の成城工事などに写本が伝来する、遊行商人みえんぎえには、貝の国を遊行する正則が描かれている。遊行商人みえんぎえ巻七には中川で和歌を、書き与える姿が描かれ、巻八では、小笠原道場で説法中に乱入した、日蓮宗徒と、法論を行う場面や、三坂峠を越え加工にいたり、 同行した、板垣乳道と別れ相模国へ至たり、自物道にこもった、板垣乳道が正則の,のおかげを前に王城を遂げる、場面が描かれている。遊行商人演技へ言葉書には、年が記されていないため、正則の,の開国遊行の時期やルートは不明であるが、会の自習人は概ね、遊行商人演技へに記されるルート上に立地している。正則は、会の国遊行前に、 北陸地方から、信濃国へ至り、永忍2年に、1294年、信濃義光寺を賛老し、一辺ゆかりの作軍、友野僧で、歳末別寺を模様している事情から、海野国へは、永忍3年に、駒群北部から入国した可能性が考えられている。正則の遊行に助力したのが海、源氏の一族で、海一城氏の一城条時信は正則に帰還し、 弟の宗信が弟子となり、昭和元年に一連寺が創建される。また、遊行商人演技に描かれる、板垣入道も、武田信義の子板垣謙信の子孫であると考えられている。吐き忌み陰日蓮宗を開いたに一連は、安房国長教軍登場座との生まれで、聖火に近い清澄寺で出家し、比叡山をはじめ京都、奈良の初代寺や高野山で学んだ。 日蓮は、法華行を重視し、鎌倉で、布教活動を行い、規制教団や、浄土宗を批判し、文王元年には、執権、北条時よりに、主張、立正暗国論を堅じた。日蓮の主張は、入れられず弾圧され、文英八年には日蓮は、伊豆、佐渡江る財となり、文英十一年には許されて、鎌倉へ戻る。鎌倉へ戻ると、 おうちびとの平頼よりつなに、初秋派による、祈祷の中止を信言にするが、これも入れられず、同年5月には、海、源氏の一族である自党覇気実長の将兵により、海の国覇気里へ赴いた。日蓮は、身信に草案を構え、公安5年までの8年半を、身信で過ごし、この間に、多くの書簡やマンダラ本尊を記している。公安五年八月には、美信を離れ、 日立へ向かうが、同年8月に、武蔵国池上の地で死去する。日蓮の没後、美信三駆動寺は、日蓮宗の総本山として発展する。目次敷仏近世には中世までの諸宗派に対して、民間信仰に根差した仏教も流布され、海の国丸旗村出身の目次敷は、 北海道をはじめ日本各地を開国して、造物活動を行い、微小物と呼ばれる木彫りの仏像を数多く残している。また、木敷の弟子である海上萩原村出身の菊井白道も同様に、造物活動を行っている。ありがとうございます。